ました S チャンネル。私はダンススクール S インストラクターのコウヘイです。今回も話題の K-POP アーティストの振り付けを皆さんと一緒に練習していきたいと思います。今回練習する楽曲は SHINee のアトランティスです。今回は後半部分のレクチャーとなります。それでは早速やっていきましょう。それでは振り付けのレクチャーに入っていきたいと思います。体をぐっと後ろに持たれて戻ってきたところの続きの動きになります。こちらから両手で胸をぐっと押し込むような動きに合わせて右足を後ろにステップ、そして左足を前に少しキックです。こういう動きになります。はい、この動きを2回ですね、1、2行っていただいた後に蹴り込んだ左足を着地させながら右膝が上がってきます。この際に両腕を右側に構えてください。少し体をひねっているような状態です。こちらから反対にひねっていきます。はい、そしてひねりましたらこの右足を着地させて左足を前のタイミングで両手を上でタッチと合わせてあげてください。はい、そして右足を進めながらこういうポーズをとっていきます。そして腕を反対に入れ替えます。そして右手を斜め下に差し込む、そして外側に吸うというような順番です。はい、そしてここまで来ましたら両腕をくるっと回しながら右足をスッと後ろにチェンジさせていきます。はい、そしてここからですね、まだ体が少しひねれているんですが左腕を前に持ってきながらグッと左足をひっくり返してください。はい、この際も少しツイストの動きですね。体をひねる形が入っております。ここまでを流れで踊ってみます。せーの、タタタララララララといった流れになります。ではここまでの動きを音楽に合わせてスローテンポ、ミディアムテンポ、オルジャンテンポで練習していきましょう。はい、それでは振り付けのレクチャーに入っていきたいと思います。こちらのパートが今回練習する楽曲のラストのパートになります。先ほどのひねった動きからの続きになります。ステップは素早く左右と進めていってあげてください。右側にスッと軽く抜けていくような感じです。そのタイミングで左腕をグッとこちら側ですね、肘を脇腹に寄せてくるように使っていってあげてください。はい、そしてこの時に右手がふわっと出てきます。そして前でグッと握って体に近づけていきます。タララー、こういった流れです。はい、そして次なんですけれども足を揃えながら両手を前です。右手が上、左手が下の状態です。そして肘を折りたたんできまして胸の前でこういう形です。はい、そして次は両方の指先を下に向けてポーズです。はい、そして上に向けてポイと投げてみてください。はい、この動きがこちら側ですね。タララ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 ラといった流れになります。もう一度踊ってみます。せーの、タララタララといった流れになります。ではここまでの動きを音楽に合わせてスローテンポ、ミディアムテンポ、オリジナルテンポで練習していきましょう。まいりました。振り付けに慣れてこられたら、手の表情や体の角度など自分なりにアレンジしていただいたり、メンバーの個々の踊り方を参考に楽しく踊っていってもらえればと思います。難しいな、ここ苦手だなといった部分もあったりするかもしれませんが、繰り返し動画を見ながらぜひ続けて練習をしてみてください。これからもどんどん動画アップしてまいりますので、皆様ぜひチャンネル登録、いいねよろしくお願いいたします。またこのアーティストのこの曲の振り付けレクチャー動画が見たいなどのリクエストも受け付けておりますので、コメント欄の方までどしどしお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。